NPO 法人を作ろう。よし、法人を立ち上げるぞ。と言っても何から手をつけるか。 NPO 法人を設立するには NPO 法で定められた書類を添付した申請書を提出し、設立の認証を受ける必要があります。要件を確認していきましょう。よろしくお願いします。 NPO 法人になれる団体は、特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体です。特定非営利活動とは、 NPO 法に掲げられた活動に該当する活動であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものを言います。条件がたくさん。まず NPO 法に掲げられた活動とは何ですか？20分野の活動があります。これからすべてご覧いただきますね。周一くんの作ろうとする団体の目的は、どの分野に該当するのか確認してみてくださいね。複数選択することもできますよ。わかりました。特定非営利活動は NPO 法に掲げられた活動であるとともに、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものともおっしゃっていましたが、これは具体的には？不特定多数の者の利益とは、社会全体の利益、すなわち公益を意味します。特定の個人や団体の利益、すなわち私益や構成員相互の利益である共益を目的とする団体は NPO 法人にはなれません。私益や共益はダメと。この点も大丈夫です。特定非営利活動を行うこと以外の要件も見てみましょう。まず NPO 法人は営利を目的としてはいけません。収入を得てはいけないのですか？いいえ、営利を目的としないとは、活動によって得た収益を団体の構成員に分配しないということです。スタッフへの給与を支払えないんですか？給与は労働の対価であり、支払うことができます。 NPO 法人は得た収益を次に行う活動の資金として活用することがルールです。なるほど、わかりました。その他にも、宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと、暴力団ではないことといった要件が NPO 法で定められています。 NPO 法人の要件には、社員や役員に関することもあります。それらについては、これから紹介する NPO 法人の設立の手順の中で触れていきますね。はい、進めてください。まずは設立に向けた検討会議を行います。こうした会議を設立準備会と呼びます。準備会では何を？法人の目的や事業内容、組織体制など設立に必要な事柄を検討し、書類などの準備を行います。 NPO 法人の設立には、10人以上の社員、役員として3人以上の理事、1人以上の幹事が必要です。幹事は法人の業務や財産状況などを監査する存在。幹事が理事や職員になることはできません。社員全員が役員になってもいいということですね。はい、ただし役員報酬を受ける役員の数は、役員総数の3分の1以下という規定があります。よし、社員も役員も決まったところで。周一くん、慌てないで。役員の選出は設立総会で行います。そうなんですか？はい、設立総会は法人設立の意思決定を行う場、設立時の社員で構成します。総会では役員の選出や定款など重要な事柄について決議します。総会開きました。次は？こちらが認証申請時に提出する書類の一覧です。この申請書とともに定款や役員名簿など、
ここに記載したすべての書類を添えて提出します。法人申請の所轄庁は団体の事務所の所在地によって決まります。大分県に主たる事務所を構える場合は大分県が所轄庁、県知事の認証を受けます。よし、大分県に申請してきたぞ。いつ認証されるかな。申請後は公告、縦覧のプロセスを経て受理日から4ヶ月以内に認証、不認証の決定を行います。認証の場合は認証書が、不認証の場合はその理由を記した書面が交付されます。認証書を受け取りました。認証書の交付を受けたら2週間以内に法務局で設立の登記をしなければなりません。登記をした日が法人の成立日になります。設立登記が完了したら速やかに登記事項証明書、設立時の財産目録を添えて設立登記完了届出書を大分県に提出します。よし、完了。なお、法人税法上の収益事業を開始した法人は2ヶ月以内に税務署へ届けなければなりません。また従業員を雇用する場合は一般企業と同様に就業関係の手続きを行いましょう。今日から NPO 法人だ。